五色不動は五行思想の五色の色にまつわる名称や伝説を持つ不動尊を指し示す総称。東京のものの他にも厳密には詩人や五色に関連する同様の伝説は各所に存在し、それが不動尊と関連づけられたものを五色不動と称されることがある。なお、本校では主として東京の五色不動について解説する。東京の五色不動は 目黒不動、目白不動、目赤不動、目青不動、目キ不動の五種六箇所の不動村の総称。五眼不動、あるいは単に五不動とも呼ばれる。五色不動は、江戸五色不動とも呼ばれており、江戸幕府三大将軍、徳川家光が大創上、天海の権限により、江戸府内から五箇所の不動村を選び、天下太平を祈願したことに由来するなどの伝説が存在する。 史跡案内など多くの文献では、このような説話に習った由来が記述されているが、資料によっては、伝説の内容にばらつきも見られる。一方で、五色不動を歴史的に研究した、いくつかの報告によると、実際に、五色不動という名称が登場するのは、明治末、または大正始めであり、江戸時代の史実とは考えにくいとしているが、伝説自体は、 江戸時代から伝わる噂話に原型が見られるという。また名称を別とすれば、個々の寺院や不動像自体は、江戸時代からの歴史を持つとされる。特に、目黒不動、目白不動、目赤不動については、江戸時代の資料からもその名称が確認でき、江戸の名称として、三不動の名で知られる。このうち、目黒と目白は、山手線の駅名ともなり、特に目黒は、 不明となっているため有名である。なお、五色不動は基本的に天台宗や真言宗の系統の寺院にあり、密教という点で共通しているが、不動明王に限らず明王は元来密教の仏像である。各不動村については、史実、複数の目器及び各自の項目も参照。各自の説話やフィクションなどにおける伝説等については細部で、 ばらつきが見られるものの、おおむね以下のような内容が語られることが多い。ここでは、そのような伝説について記し、史実についての補足は別説に記すものとする。五色となっているのは五行思想の五色からとも言われる。官営年間の中旬、三大将軍、徳川家光が大僧上、天海の愚心を受け、江戸の鎮護と天下太平を祈願して、 江戸市中の周囲5つの方角の不動村を選んで割り当てたとされる。最初に詩人相応の四不動が先行し、家光の時代内詩は後年に目記が追加されたとして語られる場合もある。五色とは密教の恩名五行説由来し、おもんじられた青、白、赤、黒、黄で、それぞれ五色は東、西、南、北、中央を表している。また、 その配置には、五街道との関連も見られるほか、五色不動を結んだ線の内側が、守備機内あるいは、江戸のナイフと呼ばれたという都市伝説が語られることも、ある。江戸時代に目黒、目白が存在している。目黒は、将軍、家光の高狩りに関連して尊崇されていた。目白は、将軍家光が目黒にちなんで命名したとも、目白ロしから名付けられたとも言う。 また、江戸時代初期の銅座館には、伊賀の赤目に由来する赤目不動があったが、家光の命により目赤と名乗るようになり、現在地へ移ったと称する。以上三つの不動については、江戸時代の知史にも登場するが、天貝と結びつける記述は全く見られない。京学院はもともと青山にあり、青山の縁間様として親しまれていた。ここには近くにあった廃寺から、不動像がもたらされている。 明治四十年代にこの寺院は、世田谷区大使堂に移転し、その頃から、目青不動を名乗るようになった。目木不動は二箇所が同定されているが、いずれも浅草活動院にあった、明暦不動に近く、その記憶から、目木不動とされたのではないかと推測される。いずれにせよ、江戸時代には、目がつく不動が三つしかなく、それをセットとして語る例はなかった。明治以降、目木、 メアオが登場し、後付けで五色不動伝説が作られたものと考えられ、前述の五街道との関連も、江戸の地理条件に由来する多少の偶然と考えられ、五色不動を結んだ線の内側が、守備機内あるいは、江戸のナイフと呼ばれたという説についても、史実ではない。幕末の守備傷は、五色不動と関係なく、作られたものである。以上のような背景から、 天海の結界に始まる一連の五色不動伝説は近年作られたものと言われることもあるが、一方で江戸時代にも噂話として史実とは別に語られていた可能性も指摘されている。漢方元年の夏山雑談の記述では甘貝が四方に赤、黒、青、白の四色の目の不動を置いたとされ、さらには前日の浅草活動員の目気不動の噂にも言及しているが、 当時は、目青や目黄の裏付けは取れなかったようである。また当時の噂は四不動が主体で、目黄の扱いが曖昧だったことも狙い得る。その後、文化五年の柳だる46編では、五色には二色足らぬ不動の目という川流が残されている。当時は三不動しか知られていなかった一方で、前日の五色に見立てる発想の存在が確認できる。いずれにせよ、 明治以降、複数の目器が乱立し、目青が登場し、従来の三不動も五色不動を名乗り始めた背景には、こうした都市伝説の影響があったのではないかとも言われている。東京には目黒、目白の地名が古くから実在する。夏山雑談では目赤、目青も地名であるかのように語られているが、現在の目赤、目青の各不動村はいずれも引っ越し置きに名乗り始めており。 一点先で地名を残すには至っていない。五色不動の話題では、しばしば上記六箇所以外について言及されることがある。前述の浅草活動員は、明治半ばには姿を消した。しかし、めきの名は広がりを見せ、明治末期の時点では少なくとも、現在につながる二箇所のめきが知られるようになっていた。五色不動が、都市伝説だった頃の名残か、一部の不動村では、 過去に通称として親しまれたとも語られており、メキの名の流行が狙い得る一方で、今となってはこれらの全容を把握することは難しい。メキン不動メキ不動の名を持つ、不動尊像はしばしばメガキで再色されていることが、その名の由来になっていることがあるが、メキン不動の名で知られるものもあるため、本説に併記する。近年は、ゲームやアニメ作品などでも五色不動が登場する、機会が増え、 聖地巡礼として五色不動巡りを行うきっかけとなっている。不動明王は密教の仏像であることから、もともと五行思想の五色をもって配置されることが多いという縁起が語られることがある。前述のように夏山雑談の記述が五色不動の原型だとすれば、その詩人による守りという基本概念は古来の京都からもたらされたことになる。その京都では、 現在も少年院の青不動を中心とした、同様の五色の不動の伝説があり、五色不動と略されることがある。伝説ではその歴史は古く、平安戦と後に朝廷が塔を守るために死人と合わせた五色の守りとして、不動明王を配置したとされる。その後二つが失われ、現存するのは、返上寺の赤不動、満州院の木不動、そして少年院の青不動だという、 少年院では青を五色の中心と位置づけており、最上位に君臨するとしている。ABC 松永秀明。幻の五色不動。2020年7月29日閲覧。工事園などでは、三不動として二種類の意味が記載されており、本校では特に、目白不動、目黒不動、目赤不動について三不動と総称する。高不動、青不動、赤不動については、 不動明を三不動を参照。ABC 弁宜上、江戸時代の話についても三不動の総称を用いることがあるが、この総称が確認できるのは明治以降である。あくまで遠く伝え聞いた噂話であることから、赤坂や青山と混同した可能性も否定できないが、夏山雑談に、記述のある京都の岩倉からの類推ではないかという指摘が幻の五色不動にある。 ただし細かいことを言えば、現在の目青不動近辺には、目青通りが存在する。不動坂が転じて道坂になったとされるが、道坂とも書かれる。また、駒込道坂町は昭和41年までの、旧町名である。五対三不動員の縁に、小田急沿線自然触れ合い歩道お散歩ガイド2009年9月26日放送の、世界不思議発見。では、 少霊院の青不動を中心とした京都の五色不動について研究された天台州少霊院門後青不動御会長ありがとうございます